おめでとうございます、本当に。いやー、すごい。まあ、何かしらで爪痕を残さなきゃというか、まあ、やってやろうみたいな感じで行ったんで、もう常にボケ倒してたんです。太一さんとかゆめのりさん見てなければ、このただ呼びっていうコンセプトも生まれてなかったですからね。僕ね、太一さんのね、数学の動画見てるんですよ。ハローで始まりました。もってチャンネルです。今回はですね、そうです。まあタイトルにある通りですね、まあみんなこのスプラッシュマウンテンサムネが好きですっていうのがまあ来てたんですけども、そうですね、はい、ハイチさんがですね、100万人突破しました。いやー、教育系 YouTuber で初ですからね、ちょっと画角に入りきらないか、これちょっとやりたいんだけど。おめでとうございます、本当に。いやー、すごい。100万人ですよ。もう、夢のような数値ですよね。ちょっとね、感動しちゃって、今喋ってるのがちょっと感動しちゃいますね。改めて喋ると、YouTube の動画でその100万人いくやつとかさ、見ててさ、こうね、ハイチさんの声がね、泣いてて、こうなってるのとかね、ちょっとさっき感動してたんですけど、いやー、すごかったですね。100万人ですよ。ね。ハイチさんと最初に会ったのは、YouTube のオフィシャルの教育系 YouTuber のイベントですね。そこでハイチさんとか呼びの匠さんですねがこう講演したんですね、2人でね。それを見てた時ですね。でその次にあったのが教育系 YouTuber とファンの集いっていうねイベントなんですよ。でここのイベントでそうハイチさんはスペシャルゲストだったんですね。でまあもともとね出演者がまあ呼びのりのね匠さんやすさんといて勘太郎さんとかあとは秋人さんとか古賀さんとか玉木さんとかね数学系がやっぱメインだったんですよ。その中でまあ僕らムンディ先生とかね高田先生も数学だもんねとかやる気先生ねとかいる中でねやったんです。そこでスペシャルゲストでねハイチさんは登場したんですね。今ね改めて見直すとね勘太郎さんが最後の質問コーナーにしか出てないんだなってことに気づいた。でもう散々いろんなイベントの時にガヤをね外から飛ばしてたけど最後のその質問コーナーになったら何も喋らなかったっていうのをよく覚えてんだけど出演はここだけだったんだ勘太郎さんねずっとビール飲んでたな。まあそのイベントでこうシークレットなねゲストで登場したんですけどほんとねめちゃくちゃ危なかった。何が危なかったかっていうとそのオープニングでもともと僕出る予定じゃなかったんですけど「いや僕呼ばれてないな」とかって言ったらね誘ってくれたんですよ。でそこで言ってだからもうほとんど見てる人は僕のことも知らないしすごいアウェイなわけですけどそんな中でね行ってまあ何かしらで爪痕を残さなきゃというかまあやってやろうみたいな感じで行ったんでもう常にボケ倒してたんですね。もうずっと最初から最後までずっとボケるみたいな感じでやったんですけどそうオープニングで「いや本当に今日はこういう人たちと会えてよかったです」っていうのでそこにいない人の名前をねどんどん出したんですよ。この教育系 YouTuber の、そのスタディチューブっていうところにね登録してはいるけれどもその日にいない、ね、キャストダイスとかで名前出してそこで笑いを取るみたいな感じでやったんですけどそこでハイチさんの名前出そうと思ってたんですよ。危なかった。僕もだってハイチさん来るの知らないから「ハイチさんとかね」とか「いねえよ」って言って出てきちゃうわけじゃん。だから「やっば!」と思ってもうハイチさんがね「登場です」って言った時に「はっ!」つって「危ない!」ってなったのをねすごいよく覚えてます。最後のみんなでねこの総出演みたいなとこで話すっていうのではそうハイチさんがね僕の横にいるんですけどすごいなと思って豪華だなと思ってね。ハイチさん、匠さんが、ね、こう横にいる中で、で僕のことなんかほとんど見てる人たちは知らないのに僕がボケまくるっていうね。それも匠さんと、ね、なんかもうボケ振り合ってねボケたりとかして高田先生そうお笑い芸人ですごいツッコミすごい回すのとかうまいんですけどこれ外にこう質問受けにとかマイク持って外に受けに行ってるからその間もうねなんかもう自分が仕切り出すみたいなね感じでやってたんですけども匠さんとなんかもう司会やってる感じになっちゃってましたけどそんな時とかもあったんですよ。そのイベントでこうハイチさん横にいてうわーっと思いながらハイチさんだっていう感じですごいまた会えたみたいな感じになってたんですけど。まあそれぐらいじゃないかお前ってね思うかもしれないですけどね僕ねハイチさんのね数学の動画見てんですよ実は。そう勘太郎さんの動画に僕最近ね出てほら数学やったりしてるじゃないですか、ね、数学を勘太郎さんから教わるみたいなんで、まあ、当然すごいレベルが高いわけですよ。基礎が分かってないと相当大変だっていうのは知ってるんで。やっぱ忘れてるのがものすごく多いんで基礎がもうめちゃくちゃ抜けてるんでその辺のことはハイチさんの動画で予習してるんですあれ実はね。なんかあ覚えてる知ってます。こんなやつですかみたいなね、感じで言ってるけど、あれは勘太郎さんが内容は教えてくれないんですけど、内容を教えてくれないんだけど、こんなの知ってますみたいなのが来たりするんで、それで、ああ、なんか聞いたことありますね。まあ、何かしらのね、定理だったりなんだり。で、それを僕はハイジさんの動画で検索して、それを見てるんですよ、実は。三平方の定理って、これはまあ、三平方の定理、都立のね、試験に出ませんみたいになった時も、ハイジさんの動画見て三平方の定理こう勉強して、ああ、なるほど、そうか。なったりとか、サインコサインタンジェントの求め方とかあるじゃないですか。ああいうのも、ね、ハイジさんの動画見て、あ、そうかそうか、そうだったな、これがサインでこれがコサイン、はい、はいはいはいみたいな感じで、実はハイジさんの動画で数学勉強してるっていうのはあります。だからね、ただ呼びではほら今はまあいろんなトピックを扱ってるわけじゃないですか、数学の。で、僕は当然そんなレベルじゃないというか、もう忘れちゃってるので、きちんとやっぱ教科書のそう基礎中の基礎みたいなのを勉強しなきゃいけないんで、でその時にハイジさんの動画を見て数学勉強してるんです実はね、はい。あとはね、偶然知り合った、まあ、会社関係の人の知り合いの方が「あ、YouTube やってらっしゃるんですか、どんな感じのですか?」みたいな「私はハイジさんが好きです」って言ってて「そうなんですか?」みたいなんで、そうなんですよ。何歳なのかな、その人まだ20代の分かんないな、何歳だか知らないですけど、その人はハイジさんの授業を高校生の時に見て、で数学が好きになったって言ってた。だから数学の知識は全然僕よりも多分あるんだと思うんですけど、それ見て勉強してたって言ってましたね。やっぱハイジさんで勉強した人っているんだな、身近にもって思ったりとか、あとはね、中学校のお子さんがいるお母さんの人に、娘がこういった形で課題、学校からの課題がこんな感じで出てるんですみたいなので、ハイジさんの動画見るやつとか、あとはなんかハイジさんの参考書ありますよね。こういった形でやっぱ今の時代は YouTube とかで勉強するんですねって言われて、すごいと思って、へえ、ハイジさんだって思ったのも覚えてますね。これもいわゆる自粛期間中で学校がなくて、今どういう状況かっていう情報が来ました。皆さんの学校どうですかって僕が動画とかで呼びかけた時ですね。その時にその写真が送られてきて、ハイジさんの動画で、ね、ハイジさんのその参考書とその動画で、うちの娘は勉強してますみたいな感じでね、来たんだよね。おお、すごいなって思って、やっぱ可能性すごいなっていうふうに思ったんですよ。まあ元々そうです。ハイジさんとか呼びのりさんも見てなければ、このただ呼びっていうコンセプトも生まれてなかったですからね。まあそこでは本当に感謝しかないですよ。まあ、今年はね、当然教育系 YouTuber っていうのはね、もうこのただ呼びっていうのをボーンとやってきて、そしてハイジさんが100万人突破してとかでね、こうドワッと動いてる感じはしますよね。こんな感じでどんどん盛り上げてね、いければいいなと思ってますよね。ね、一回ハイジさんね、ただ呼びのスタジオとかで対談したいですよね。そんな実現したら面白いなと思いますけどね。で、まだ教育系でハイジさんがいて、呼びのりさんがいて、パスラボですかね。あとこういう形でみんなわーっていて、まあもう匠さんにはただ呼びのスタジオ来てもらったんで、でパスラボの宇佐美さんはただ呼びのスタジオ見たいって言ってたんで、いいですよみたいな感じでちょっとスケジュール送ったんですけど、まあ、どうなるかわかんないですけどね、ハイジさんにもぜひ来ていただきたいと思いますけども、そうだからハイジさんとかね、呼びのりさんがいなければ多分パスラボもなかったでしょうし、ね、僕らただ呼びっていうのも存在しなかったと思いますからね、すごい感謝するところは大きい。だ吉野先生とね、10万人の盾のね動画撮ったんですけど、その時吉野先生、いや100万人行きたいなって言ってて、いや100万人は大変ですよ、ね、本当に見てだからさ、このハイジさんのやつを見てたからすごく大変なんですよ。やっぱりすごく教科揃ってますからね、ハイジさんね、めちゃめちゃ教科とその中学高校とかでずらーっと揃ってるんですよ。こういうふうにやっぱクラスとか予備校講師たちだからといって、やっぱそういうのが揃ってないときついとは思うんですけどねって言ったんですよね。2020年まあ4月7日七夕は、まあ、ある意味教育系 YouTuber のね、まあ、すごく記念すべき日になったんじゃないかなって思いますね。そういったね、記念すべき日とかになれるように僕らも頑張っていかなきゃいけないですからね、ただ呼びも頑張っていきたいと思います。いや、すごいね、いろんな人がね、ツイートとかでおめでとうございますだけじゃなくて、やる気が出たとか、うわーやるぞみたいになってたと思うんでね、本当にいや、僕はやるぞじゃなくて、なんか感動しちゃったただ呼び頑張るぞ、わーしとかってなれば、負けないでやるぞとかって思えばいいんだけど、普通になんかわーっつっておめでとうってこうやってね、なっちゃった。是非ね、とある男が授業してみたを、はい、ただ呼びとね、盛り上げていってもらえればいいんじゃないかなと思いますね。教育系 YouTuber ね、盛り上げていって、本当にね、無料でいい教育が受けられるみたいなね、状況が出来上がればいいんじゃないかなと思っています。一ファンですから、私数学の動画あ、なるほど、そうか。みたいなね。まあ、いずれこうレベルが上がっていけば、ね、このね、匠さんとかね、勘太郎さんみたいな、ね、こうレベルの高いことをやってる授業もね、分かるようになれたらいいなと思ってますんで、そのために、まあ、時間は今ね、忙しいんですけど、まあ、なるべく時間を取って、数学は勉強していきたいと思っているので、これからもね、ハイチさんにはお世話になると思います。はい、ということで、おめでとうございました。ハイチさん、Congratulations。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。うちのチャンネルもよろしくお願いします。